代を遡り、1977年1月1日に発売。40年以上経った今でも歌い継がれ、昨年のカラオケ演歌部門第1位だった曲、石川さゆりさんの名曲、津軽海峡冬景色です。どうぞお聴きください。冬景色をお聴きいただきました。緊張しながらも最後まで歌い切り、津軽海峡の荒波にも冬の冷たい風にも打ち勝つような女の意地を見せてくれた音楽隊の石川さゆりこと末広隊員にもう一度拍手をお願いいたします。さて、雰囲気を変え、次に演奏しますのはジャズのスタンダードナンバーから聖者の行進です。軽快なリズムと陽気なメロディーのこの曲を
様々な楽器で演奏します。皆さんも体を揺らしたり手拍子で参加してくださいね。それでは参りましょう。聖者の行進です。次の曲が最後の演奏曲となってしまいました。ここで次の演奏に移る前に皆様方へ2点ほどお願いがございます。まず1つ目は来年開催される G7 サミットについてです。令和5年5月19日から21日まで広島で G7 サミットが開催されます。
日本で開催されるのは平成28年の伊勢志摩サミット以来7年ぶり7回目ということです。各国から多くの人々が広島に訪れるため、いろいろな準備や注意が必要となるところではございますが、その一つにテロの標的になる可能性というのがございます。頻繁には見かけない人がうろつくようになったななど、実際に生活をしている皆さん方でなければ気づきにくい点がたくさんあります。事件事故を未然に防ぐには皆さん方の協力がとても必要です。そのような際には警察への通報や情報提供などお願いいたします。また G7 サミットは当日広い範囲で交通規制が行われる予定です。ご協力いただきますようお願いいたします。そして2点目です。皆さんはオトモポリスというスマートフォンのアプリをご存知でしょうか。広島県警察では今年の2月から県民の皆様の暮らしの安全と安心を守るスマホアプリオトモポリスの運用を始めております。このアプリには画面をタップすると音声やブザーが流れる痴漢撃退機能や防犯ブザー機能、不審者や交通事故などの位置を地図に落としてくれる地図表示機能などがあります。このような機能が備わったオトモポリスをぜひ皆様でお使いいただき、安心安全な暮らしにお役立ていただければと思います。詳しくは広島県警のホームページ、または YouTube の県警公式チャンネルをご覧ください。今後とも広島県警察のご理解とご協力よろしくお願いいたします。はい、それでは演奏に戻らさせていただきます。さて、明日から12月ですね。12月のイベントといえばクリスマスが待っています。最後はそのクリスマスにちなんでジングルベル・イン・スイングという曲を演奏いたします。この曲ではカラーガード隊員が演技を披露いたします。寒さを吹き飛ばすような明るい笑顔、ステッキだけに素敵で軽快なステッキさばき、華やかなフラッグ演技、また曲の途中には女性隊員2名によるかわいい音色のクラリネット、色気のある音色のトロンボーンなどが登場します。すべては説明しきれませんが、見どころ聞きどころ満載の曲となっております。どうぞお楽しみください。それでは最後にお届けします、ジングルベルスイングです。本日はありがとうございました。
ましたでしょうか。ありがとうございます。皆さんも気持ちよく素晴らしい会場で演奏することができました。アンコールといたしまして背番号25番新井新監督を迎えました広島東洋館、来年こそは A クラス入り、そして優勝を目指してガガガガガむしゃらに頑張ってほしいという願いを込めて最後はこの曲で締めたいと思います。本日はありがとうございました。5周年記念暴力追放広島県民大会を、閉会とさせていただきます。本日は長時間お付き合いいただきありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。